ちれ。さあ今回もやってっか、つまり動物の森。しずえさん、もう3回目それ。わざとやってるよね、絶対その気づかないふり。いやもう分かってんだよ俺、これこっち側にカメラマンがいてさ、はい3、2、1スタート、カチンってあれ鳴らしてさ、こうカメラが降りてきてしずえさんに向けてんの知ってるからね、わざとやってるからね絶対に。ということで集まれ動物の森16日目やっていこうと思います。皆さんこんにちは。こんにちはしずえさん。ただいまのサンキュートの時刻は2020年5月7日木曜日の午後1時51分です。そういえばね、前回前々回そのまた前回13日目って言ってたんですけど、全然違ったね。いや僕の何日目っていうのを毎回13日目って言ってて、3回連続13日目が来てるっていう、もうタイムループ実況のやつなんで、そこんとこ訂正します。ということでやっていきましょう。さて本日は一つだけ特別なお知らせがあります。え、何、どうした、タヌキチがついに解雇か。どうするこれでさ、なんか島にさ、普通にこの化石みたいな、ああいうね、掘れるところがあって、掘ってみたらタヌキチのエプロン出てきた、どうしよう。タヌキチのエプロンだ、やったーとか言って、怖いぞ。なんと人気ミュージシャンのトタケケさんがこのサンキュー島に遊びに来てくださいました。え、来てくれたん、もうトタケケさん。前回そういう話あったもんね。しかもトタケケさんは本日私たちの住人のためにスペシャルライブを届けてくださいます。え、いきなり来て、マジで。ということで今から直接ライブ会場におつなぎしますね。え、どういうことこのままもう来んの。ではトタケケさんのライブをお楽しみください。ちょっと待ってよ、もう俺の A ボタン一つでライブが始まんのか。みんな行くよ、準備はいいかい。サイリウム持った、ペンライト持った、部屋を暗くしてお楽しみください、大音量で。それではどうぞ。え、ちょっとワクワクするね、どんな感じになるんだろうこれ。あポキヨー、服間違えてる、やべえ、前回のあのヘルメットかぶったまま来てる。いや、サンキュー島の皆さん、今日は僕を呼んでくれてありがとう。まあほぼタヌキチが呼んだんだけどな。だったか、いつだったか、ここによく似た素敵な無人島の夢を見た気がするんだ。ここも元は無人島だったと聞いたけど、もしかしたらここがあの夢の場所かもしれないな。いいこと言う、めちゃめちゃいいこと言うじゃん。ワンピースのあの2年後のシャボンディ諸島でくらいの伏線回収してくるじゃん。まあ今言った伏線だから、もう伏線でもなんでもないんだけどね。あと揺れる動物たちやめて。もうあの、なんで揺れてんの今。今揺れてんのおかしいでしょ。しかもみんな同じように揺れてんだけど。まだ早いだろ。人も島も生き生きしていて、いろんな仲間が集まりたくなる。そんな魅力を感じるよ。お前今来たばっかだろ。一人で長々と喋っちゃっててごめんな。なんか俺にも響くからやめてくんない。俺も実況中一人で長々と喋ってるんだよね。いいじゃん、一人で長々と喋らしてよ。それを楽しんでくれる人もいるんだよ。トタケケ、もうそろそろ演奏始めようか。なるほどね、歌で語っていくスタイル素晴らしい、さすがアーティスト。それじゃ聞いてくれ、サンキュー島のみんなに捧げる、みんな集まれ、みんな集まれ、みんな集まれ。楽しみだな。おお、おしゃれ。階段始まんのか今から、違うか。おお、あ、こんな曲なんだ。エンドロールかい。おいおいおい、動画始まってまだ3分くらいしか経ってないぞ。うわー、でも感動する、ここまで来たんだ。いや、ポキを服間違えた、絶対網が邪魔だって、ライブ鑑賞には失礼だって。トタケケさんに、お、桜降ってる、いや桜じゃないか、花びらが降ってるわ。ええわアイーダアイーダの目怖っ。あいつだけ人殺そうとしてるぞ。トタケケさん気をつけてね、帰り道。
いやー、このみんなで集まれて嬉しいけど、ごめん、タキューだけ一回も喋ってないんだよな、この無人島に来てから。なんかみんなと仲良くなってからここを迎えたかったな。前回タキューと喋れなかったからな、結局。で、俺の名前いつ出てくんだ俺の名前いつ出てくんだろうな。出てこないな、なかなか。あ、なんか雪も降ってる、雪の結晶も降ってる。おしゃれだね、これ演出が。四季を感じられるってことか。まあ、そう考えると四季がある日本っていいよね。たぬきちさん、結構目つぶって聞くタイプだ。うわ、流れ星きれい。なんか聞き入っちゃうね。いいわ。あ、ニンテンドー、いいわ。うわ、なんか、なんかさ、多分ここで歌ってたんだと思うんだけど、俺には背景が黒く見えたね。トタケケさんの歌がすごすぎて、まるで黒い世界にいるようだったわ、俺からしたら。やばい、最後のカツアゲだ。生パキオさん、トタケケさんのライブ楽しんでくれたかな。はい、100万円だよ言われたらどうしよう、チケット代100万円って。念願のライブを実現できて僕はとっても幸せなんだもん。今日この特別な日の思い出にみんなで演奏されたみんな集まれのミュージックをプレゼントするだろ。もう嬉しい。うおお、なんだその音符。音符をプレゼントされたの初めてです、僕。ミュージックを再生できるオーディオの家具があれば聴けるから音楽を楽しんでちょうだいね。優しいとこあるな、たぬきちも。そうそう、それとね、トタケケさん、この島のこととっても気に入ってくれたみたいなんだもん。本当か。それでこれからも毎週土曜日の夜にライブに来てくれるようになったから、ポキオさんもお楽しみに。気に入りすぎだろ専属じゃん。しかも一番毎週土曜の夜って一番ゴールデンタイムよ。それにしても無人島だったこのサンキュー島がここまで発展してライブまでするようになって、すべて移住パッケージに参加してくれたポキオさんをはじめとする皆さんのおかげなんだもん。いやいや、たぬきちさんがここまで導いてくれたおかげじゃないですか、本当に。何をおっしゃいますか、本当に。今後も末永く楽しく暮らせるサンキュー島でありたいから、引き続きよろしくね。それでね、暮らしやすい島づくりのサポートの一環として新しいアプリも開発したんだな。もう何、新しいアプリって。どうしよう、これでパズドラですとか言われたら、パズドラですって言われたらどうしよう、ちょっと心配だな。ポケ見えてんのか、それ。なんか曇ってきたななんか曇ってきてないか。あー、雲が通り過ぎただけは。びっくりした、急に天気悪くなってきたのかと思った。そういうアプリかと思った。今送った新アプリ、その名も島クリエイター来たは、なんとたぬき開発が住民の皆さんに大胆な島の開発を許可しちゃう特別なアプリなんだもん。アプリでできるようになるんだ、島開発。最初は道を作る許可だけだけど、マイル交換でいろんな種類の道から河川や崖の工事の免許まで取り扱うからね。すげえ。島の開発に慣れてきたり、もっとがっつり開発したいと思ったら、ぜひ免許を手に入れてちょうだい。とにかくサンキュー島もここまで発展したわけだから、今後の島作りはもっともっと住民の皆さん自身にお任せしちゃおうと思います。お前めんどくさなくなっただけだろ。それじゃ今後ともサンキューで作んのか。まさか。いや、今後ともサンキューですよ、日本語的におかしいな。たぬきち結構悪いとこあるから、裏はもう分かんないからね。この笑顔の裏は結構怖いから、今後とも客寄せパンダナモーとか言ってきそうじゃない。怖いな、そう言われたら。たぬき開発とサンキュー島を末永くごひいきに。おい、そっちかい。ダナも言えダナも言え。終わった、終わっちゃったぞ。おお、ここでガッツするんだ。今若干ジャックが映ったぞ、右上で。ふう、トタケケさんのライブを見終えて一段落。これからも毎日楽しく気ままに過ごせますように。ポキオかわいい。
そして電話。もうこんな時くらい省略してくれ。ポケ聞こえてんのかって、それヘルメット越しに当てて。よし、じゃあちょっと今回もメール確認していくか。まず一旦何届いてるかな。お、ハッピーホームアカデミーからだけだ。いやー、むしろありがとう、ハッピーホームアカデミー。送ってくれないとすげえ寂しかったからさ。お、ランク B。 毎回ランク B じゃん、俺の部屋。タキュー、タキュと話したかったんだよね、俺ちょっと。私のこと覚えてる？ごめん、マジでこれ前回の動画のこと言ってんだよね、きっと。ごめん、前回の動画はマジで忘れてた。あの島で会ったタキュよ。あなたが三宮堂に誘ってくれたから引っ越してきたの。なかなか会えなくてご挨拶が遅れちゃったわ。これからよろしくね、やっぱし。出た、やっぱし。タキュ、セバスチャンっていう男がいるんだけどさ、まあ、ちょうど家もここなんだよ。今訪問しようとしてたのかな、セバスチャンの家に。あ、でもセバスチャンは、あ、お出かけ中か。ちょっと二人を会話させたいな。ちょっと運んでこっか、セバスチャンの元へ。でもこれどこ行ったらいいか分かんないな。とりあえずセバスチャン探してみるか一回。セバスチャン、待ってた。ちょっと待って、おい、待って待って待って、嘘だろ。やっぱこの島テラスハウスだわ。まあ、なぜかっていうと、セバスチャンは最近筋トレに夢中なんだよ。そしてミスズがそのセバスチャンと近づくために筋トレを始めてる。うん、バレたからだ、バレたから今焦った顔したね、ミスズ。マジか、タキューから奪い取ろうとしてるんだ、セバスチャンを。マジかよ。話しかけてみるか。うふふ、お元気そうね。あらら、世間話でも。今日みたいな天気の日は島の空気がいつもより美味しく感じられるわ。あらら、おお、トタケケさんのライブには一切触れない。まあタキもそうだったけど、一切触れないんだね。え、てかセバスチャンどこ行ったんだマジで。あ、橋かかってんじゃん。あ、いた、セバスチャン。セバス、魚のネスメ、オイラとの真剣勝負を逃げる気か。バサバサ、もともといねえんだよ、もともといねえんだよお前。ちょっとここまでタケ連れてくるか。でも結構遠いな、この距離は。ちょっと地味に遠くて運んでくるの大変そうだな。なんか住民を導けるみたいなものが、アイテムがあればいいんだけどね。なんか野菜とかで導けんじゃねえかな。野菜をなんか釣り竿にくくりつけてさ、そんな本当の動物みたいな、野生の動物みたいなことはできないか。あ、ジャックだ、ジャックかわいいな。あ、ごめん、自然と一体化してたんだ、キリ。こいつやべえやつだぞやっぱり。ところどころ出てるぞ、ジャックやばさが。まあでもジャックだから許されるよね。いや正直許されてますよ、全然やばくないよ、ジャックが言ってるからね。タキのことずっと押してたらさ、機嫌悪くなっちゃったんだよね。ちょっと本当に申し訳ないけど、タキに笑顔を届けたくて俺は今動かしてるから。あ、来た来た来た、多分セバスチャンと出会えれば多分この機嫌も良くなると思う。タキ、タキちょうど座ってくれてるぞ。見たことある、こういうの。あー、見てる、見たことある、見たことある、こういうの、テラスハウスで。ちょっと喋りかけて、二人で、二人で話して、話して、ほら二人で話しなよ、ほら話しな、話しな。うわ、タキ恥ずかしがってんな。何この絵、タキュー。あー、ごめんな、なんか、あー、セバスチャン、あ、話せ話せ。無理か。あ、あ、あ、ほら、タキュの機嫌が治った、急に。なんか距離取ってお互い座ったんだけど、何この距離感、応援したくなってきたわ、ちょっと。え、ごめん、ちょっとだけふざけてこう連れてきちゃった部分はあった。本当に本当に申し訳ない、自分たちのスピードで頑張ってくれ。うん、俺はちょっと一旦こうきっかけを作ってあげた、二人に。こっからはもうね、二人に任せよう。うん、ちなみに今 LINE 交換したと思ったでしょ。いや実はカカオトーク交換してるから二人は。じゃあちょっと島クリエイター一回ちょっとやってみる。アプリからできるんだよね確か。あ、これか、島クリエイター。島クリエイター、このアプリではあなた自身の手で島開発を、行うことができます。敷設できる道や実施できる工事の種類はタヌポートのタヌキマイル交換で増やすことができると。また、開発工事によって身動きが取れなくなったタヌキのためにも周囲を片付けるお片付けサービスも搭載しております。便利すぎるや。詳しい操作方法はアプリ内の使い方を見るをご確認ください。ちゃんと説明書までついてる。
島クリエイターを使って思いのままの島作りにチャレンジしてみてくださいね。まあだからこれを使ってめちゃめちゃかっこいいさ豪華な島とかをみんな作ってるわけでしょ。やっと解放されるおっそもう発売して2ヶ月くらい経ってるもんね。おっそいや来た。でも俺からしたらこれは全てが新鮮だからね。みんなは多分もう持ってるんだろうけど、俺は新鮮だからちょっと全てに感動していくよ。工事の許可をしています。うわー嬉しい。島クリエイターの準備ができました。来たー、青色の文字。島クリエイターっていう青色の文字。そこ感動するとこじゃないな。なんで白にしたん汚れる、汚れるからやめてくれポキヨ。なんで白にした。何これ、どうやんの。あそういうこと。うわ待って、これどうやって消すの。あここか。あーすげえ。いや戻らん戻らん。いや一回草をむしったら戻らんのポキよ。お前そんな純粋な目で見られてもこっちよ。え、これ砂浜に草生やすことできんの。あさすがに無理なんだ。一応やろうとは思ってるけど、何か見えない力によって手を持っていかれてる。なるほどな、すげえ便利じゃん。あ、ジャックがそこにいんな。へえ、面白い。あ、どうした、まさか島クリエイターの僕に。いや喜んでる。島クリエイターの僕に何か用事か。アイダ、アイダから話しかけてくれるの嬉しいな本当に。どうしたアイダ。ジース、気合足りてる。はぁん、あれ待って、なんで俺から話しかけてることになってんのこれちょっと待って、ちょっと待って、え、アイダから今話しかけてきてくれてたよね。え、なんで喜んでる間にもしかしてアイダの話遮っちゃって、なんか泣いちゃった。あれ俺から話しかけてることになってんのこれ。ここの暮らしにも随分慣れたよ。ちょっとばかし不便なところもあるけど、住めば都とはよく言ったもんさ。え、ちょっと待ってよアイダ、アイダアイダマジか。じゃあちょっとタヌポートでその島クリエイターのやつ増やしてみるか。一回マイル交換で、マイルどれくらい、あ1万2000マイルもあるわ。よし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 、これじゃあ多分いけるよね。マイル交換どんな感じのができるんだろう。これか。はあすげえ。あこれ河川工事欲しい。うわ6000高すぎる。崖、河川、え、河川工事やりたい。これだから川とか自由自在に作ったりできるってことでしょ。え、もう川100本くらい引こう多分みんな川は邪魔だって思って減らすだと思うんだけど、俺川100本くらい引くわ。ここに、この島、プサン急島に。それでもいけんのかな。よし、6000は結構でかいけど。あと他にも地面もいろいろあったね。すげえな、タヌポート。あ、島クリエイターで新たに河川工事ができるようになった。おお、たぬきさんが拍手してくれてるわ。やだな、ずっと見られてるのこういう端末触ってる時にさ、こういう職員さんとかに見られるのすごいなんか緊張するんだよね俺。ちょっと待ってよ。うわーこれいいな、レンガとかもあるんだ。あ、マイデザインとかもあるんだね自分で。いやまあでもちょっとまだ今のところ何も考えてないから。あーこういうの、あー石碑とかもあんだ。これは違うんかな、これは違うか。あ、待って、え、なにこれヒーローロボ。嘘でしょ、温泉まであるし、サッカーゴール、ソーラーパネル、パラボラアンテナ、風力発電機欲しい。怪獣なんでなんで怪獣。え、周りコーヒーカップ、これ乗れんのか、さすがに乗れないか。何このエロいプール、控えめに言ってもエロいプールやめてくんない。たぬきちさん、たぬきちさんの欲望が溢れてんだけど、ここに。そうだな、望遠鏡にしよう。この観光望遠鏡でね、夜空が綺麗だからやっぱり星とかが、サンキュー島は。それをちょっと見ていこう。え、これさ、え、何どうなったの今ので。ん、レシピに追加されたんかもしかして。え、なんだ、え、待って、どうなったんだろう。あ、これあれか、明日とかに届くんだっけな確か次回ですまたこれ。え、でもこれで河川工事ができるようになったはずだから、ちょっとやってみる。あ、これか。
すげえ。じゃあちょっとここ掘ってみていい？ここ一回ね。うわーすげえ。じゃあこれ待って、池ができるってことか。そんな浅いの三級島って。ちょっと掘ったらもう水なんだ三級島って。これさ、砂浜も掘れたりすんのかな。あ、タキュー、ごめんごめん、タキュー、ちょっと待って、今工事中だからタキューがめちゃめちゃ引っかかってる。タキューにヤバい目で見られてる。こいつ何やってんだ、こいつ何やってんだって見られてんな、タキュー。ふふ、たくさん会いに来てくれてありがとう。やっぱし可愛いな。世間話でもバランスボールもあるし、ちょっと体を動かしていこうかしら。タキューがバランスボール乗ってるとこ見てー。運動不足は美容にも良くないしね。やっぱし。そうだな。あ、まさかバランスボールに行くのか。行かない。すげえ、もう橋いらないじゃん。じゃあこれ、ここどうやって流れてんのって感じなんですけど。うっそ、こんなこともできんだ。いや、広がりすぎてる正直。この河川工事とかすげえ時間かかりそうだけど、すげえ面白そうだよね。要素的には楽しいんだろうな。セバスチャー、これセバスチャーどうなるんだろう一体。写真撮っとこう。セバスチャーどうなっちゃうんだろうな。木が邪魔。何この木の邪魔さ。写真撮っとくわ。起きた、やばい、セバスチャーが起きた。やばい、セバスチャーが起きてる。写真撮影しとこう。絶望するだろ。釣りを始めた。気づいていないのかまだ。ちょっとこれ斧で切っとくか。ここ邪魔だし。この日セバスチャンを見たいがために切る。俺はセバスチャンが飛ぶとこを見たいんだよね。住民も多分飛べるはずだと思うんだよ。特にセバスチャンはさ、鳥なわけじゃん。だから飛べると思うんだよね。あ、来たか。座った、寝た。圧倒的王者の余裕。これはポキを敗北したんじゃないか。1枚、いや2枚上手なんじゃないか、セバスチャンの方が。いや、そうか、まだ気づいていない可能性はある。後ろ見てないからね、セバスチャンは。セバスチャン気づけ、セバスチャン気づけ。やばいぞ、完全に完全に陸の孤島だぞ、そこ。セバスチャン、おおおおお、また釣りを始めた。ごめん、俺の負けだ、セバスチャン。お前には勝てんわ、やっぱり。やっぱ勝てんわ。もっともっと掘らないと、セバスチャンは。全然余裕だぞと言われてるな、これ。ポキオ、お前それじゃ全然俺余裕だぞみたいな。俺は鳥だからなみたいな余裕を感じた今。悔しい。いやー、セバスチャンにこのポキオみたいに羽ばたいてほしかったけどな。やっぱ羽ばたいてはくれないんだね、セバスチャン。マジか、一旦前じゃここ置いとこう、セバスチャンは。まあ、とにかくちょっと一旦たぬき商店入ってみるか。今日なんか売ってるかな、いいものを。毎回これを見るのがちょっとした楽しみなんだけど。うわ、店員一人増えてる。あれ店員じゃねえのか、ボンか。なんこれめっちゃいいじゃん、このソファー。いらんけど。あ、これちょっと外に置きたいな、ウォータービュー。いいじゃんこれ、これちょっと外置こう、水飲み場みたいな感じでね。いいじゃん。ウクレレを前回作ろうって言ってて、前々回か、作ろうって言ってて、結局作らずに2パート経っちゃったんだった。あ、もうこれ作れるね。てかウクレレ誰かのお家でさせてもらおうかな、 DIY。 みんな結構外出てるんだよね。あ、君は、あ、ボン。え、さっきボン、商店にさっきボンいたけど、もう帰ってんのか、家に。帰宅が早いな、ボン。商店か家しかいないじゃん。屋内が好きなんだな。俺も好き、寝てる。あ、そっか、ボンの家 DIY キッチンないんだったわ、そういえば。もう寝かしといてあげよう。シドニーの家来たんだけど、作ってんだよね今 DIY。 でもこれ2人でできるよね、頑張れば。あ、ちょっと借りれる借りれる。よしよし、これ2人で作ることできんのかな。あ、めっちゃ下に固まってる。今俺がやってるからかな。2人で並んで作りてえな。ウクレレ作りまーす。いいねー、ウクレレができた。
よーし、ウクレレありがとうね、シドニー DIY 貸してくれて優しいな、シドニーは。多分セバスチャン怒ってると思うんで、ウクレレを届けて仲直りしようかな。メンタル強すぎるだろ。ちょっとウクレレをここに置くよ。おお、そうなるんだ。あ、やべやべやべ、壊れちゃう。でこれさ、待ってよ、一旦スコップしまって鳴らせるかな。あ、すげえ。演奏できんだちゃんと。すげえ。あとじゃあ水飲み場、あー無理か、水飲み場は置けないか。いや置けるな、これ頑張れば。よし、セバスチャンにね水も飲めるようにしといてあげました。あ、興味津々だ。いや違った。よし、ということで一旦じゃあ島クリエイターは終わるとするか。まあいろいろ作れるよってことか。みすずかわいいな。どうしたんだよ、誰の家見てんだろう。おーい、マジか。セバスチャンと同時にボンも狙ってんの。おい、やばいって、マジでこれは本当に、この島本当にテラスハウス島にすればよかったわ。すごくない、このテラスハウス率。もう触れないでおこう。もうアイダには触れないでおこう。アイダにはあれ触れたら負けだから、アイダ。あれアイダわざとやってるからね、笑い取ろうと必死になって。あれ触れたら負けなんだよな結局。お、ワークキャップだ。あ、そっか、これ身につけられないのか。ワークキャップかぶってみるか。こっから終われるのかな。終われる。よし、わ、終了手続きとかそういうのあるんだ。すごいしっかりしてるね。うわ、髪型。ちょっと待てよ、かぶってみようか、ワークキャップ。めっちゃ怪しい、もう一つの生命体目でなってる、色が同じすぎて。何話してんだろう。だからさ、ほっとけばいいんだって、悪さなんかしないんだから。なんだ、そんなこと言っちゃって気持ち悪いんだもの、しょうがないじゃない。なんか虫の話かな。まったく、それなら網で捕まえて外に逃がしてやんね。めんどくさかったら手に乗せてポイッとするんでもいいけど。やっぱ虫の話だな。手に、無理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 、冗談じゃないわ。もうなんだい、慣れりゃそんなに怖くないのにね。今のあんたの顔に比べりゃかわ。一番言っちゃダメ、そんな顔のことを。人に対してそんな顔がどうちゃらとか言うの一番良くないぞ。しかもアイダ、お前今鏡見たことある？やばいぞ、サングラスが似合ってない加減が。うるさいわね、あんなのと比べないでちょうだい。お京さん、いや話しかけないで俺に。ごめんごめん、ややこしい。あなたはあれが出た時どうしてんの？あれ、うん、あれってゴキブリか、雲か。やれ、くつろいじゃ突然目の前にぶら下がってきたの、やっぱし。あはは、同居人の挨拶にもしに来たんじゃないの。はーん、おー、いや平和。よし、ここはね、まあ一時的にちょっと檻みたいな感じで、罠みたいな感じにしておきたいと思います。まああの餌を取りに行くとガシャーンって閉まるみたいな、ちょっと閉まるシステムなかったんで、今一旦この檻みたいな感じになってるんですけどね。ということで、サンキューと、まあ、島クリエイターはね、もっとおいおいやっていこうかなって思ってます。待って、嘘でしょ？え？嘘でしょ？タキュー、頼もう！いや、間違えてる、セバスチャン！間違えてんだよ、その、最初！またなの？セバスさん。ちょっと待ってよ！またなの？やっぱそうなんじゃん、おい、来てるぞ恋愛関係に。何度やっても同じよ。ちょっと待って、え、いや、これ動物の森か本当に。おいや、タキト早口だ。なんだ、焦った、マジでまだ一回も勝ててないけど、今日こそ勝つ。行きよ、お前も勝負の行方を見てけ。え、何、早口言葉対決すんの今から。もういいわ、私から行くわよ。うん、はい、やべ、難しい、これ読むの俺。とたけけとたけとったけど、とたけけたってたけとってかたけけだ。よし、かも、次はやるな、次は俺らの番だ。しゃおら、
とけけとけけわーわー仲いい2人私の勝ちね。相手が強すぎる。口の動きが早すぎるぞ。あんなにペラ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 、もう似たような口してるけどな。ちょっと人おしゃべりみたいに言うのやめてくれる。やっぱしいいね。順調に本当にテラスハウス化が進んでるな。なあアイダ、アイダそっち向くでやめて。じゃあ今回も一旦また19時まで待って、レア島探ししたいと思います。あの前回ね、タランチュラ島がなくなったって言ったんですけど、4月を過ぎて。でもなんかどうやらね、一応サソリ島に変わったらしいなんか5月とかはサソリ島があるらしいから、まあサソリ島を目指してやっていこうと思います。タランチュラとサソリほぼ同じくらいの価格らしいからね。ということで、まあとりあえず19時まで一旦待ちましょうか。トイレどこだ、トイレどこだ。あ、水かわいいな、なんか向き変わってんのあれ。トイレトイレトイレ、あとどうした、フラペどうしたどうしたどうした、そうだ、ダメ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 、フラペも引っ越させない、いっちゃやだよ、探していってらっしゃいってそんな選択肢やめてくれ。そうだよね、この島の友達を悲しますまでやるべきことじゃないよね。いや、まあそこまでひどいことじゃないよ、引っ越してて。別に引っ越しはまあ別に悪いことじゃないんだけど、行かないでくれフラッペ。お客ちゃんに相談してよかった、これからもよろしくね、ヒヤリ。これさ、見つけずにさいたらさ、勝手に引っ越しちゃうことあんのかな。それだとしたらすげえ怖いね。まあとりあえず一旦19時まで待ちまーす。よーし、じゃあやってっか。いや行きたいよね、そろそろ本当に頼むぞマジで。モーリー、ロドリー、さあ来たぞ。ロドリーいつもありがとうだ本当に。今回そうだね、新住民は出会えないね。家の建築予定地を作ってなかったから、また次回新住民呼びたいと思います。ということで、どうだ、はい、来たことある島、帰りたい。はい、帰る。はい、はい、はい。ということで、今回のパートはここまでにしておきたいと思います。また次回やっていこうと思います。いや、今回トタケケさんが来てエンディングを見れて、とってもとってもいい回になりましたね。あー、ミスズも可愛いわということで、また次回やっていきます。また次回は新住民もね、来ると思うのでお楽しみに。あ、あれ、家の前にあったソフトクリームランプなくない？あれ、どうしたっけあれ、なんでないの？ちょ、誰か取ったんか。でも俺は疑いたくないぞ、村人は。いや、そんなことないでしょ、しまったんだっけな俺が。ちょっと待って、見てみるか一回。いや、めっちゃカラフル